皆さんこんにちは、琴音です。今日は日本に一時帰国するので家族や友人に買ったイギリスのお土産を紹介したいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。では始めます。じゃあ最初にじゃ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 ーん、大好きマークス&スペンサーの購入品です。まず私が大好きなサイダーと、これはホースラディッシュソースっていう、なんかホースラディッシュっていう野菜かな、なんかわさびみたいなに似たツーンとするような野菜のペーストです。これめちゃくちゃ美味しいのでおすすめです。で、なんか父親のおつまみになるかなと思って、チェダーチーズのなんかお菓子と、はい、母親にこれ買ってきてって言われてたので、あのこれティーケーキです。なんかマークス&スペンサーのティーケーキが欲しかったみたいなので買いました。で、あとはなんかトフィーっていうんですかね、なんかキャラメルみたいなやつです。はい、これはクロテッドクリーム味のトフィーです。なんか美味しそうで、これがイギリススタイルのパンケーキができるパンケーキミックスです。なんかここにお水を入れてこうやって振るだけで、こういう感じのね、イギリススタイルのクレープみたいな薄い生地のパンケーキができるっていうやつです。これ結構あの美味しいので、あとは簡単にできるのでおすすめです。これ1ポンドで買えます。はい、はい、次です。じゃじゃーん、セインスプリーズですね。セインスプリーズでは、セインスプリーズのブランドこんな感じで4つ、はい、購入しました。紅茶ですね、はい、アールグレイのティーバッグの紅茶と、ルーズリーフの紅茶と、あとはなんかグリーンティーウィズレモンっていう紅茶を買いました。セインスプリーズは全体的にね、あのお値段がお手頃なので、で、あとはね、このテイスト・ザ・ディフェレンスっていうブランドを選ぶと、かなりこうクオリティが高い、質が高いものを買えます。はい、おすすめです。はい、次、続いてはチャイニーズスーパーで購入したポテトヌードルです。はい、日本でね見たことないなと思って買いました。日本でも売ってたらいいんですけど、ポテトヌードルめちゃくちゃお気に入りで、ずっとイギリスで食べてるので、日本でも家族に食べさせたいなと思って買いました。次、モリソンズですね。モリソンズで買ったのは、このモリソンズのブランドの紅茶たちですね。このなんかベリー系の紅茶とレモンジンジャーの紅茶です。美味しそう。ちゃんとね、中身もね、あの香料とかじゃなくて、ちゃんとレモンとかイチゴとかが入ってます。はい、次、ブーツです。ブーツはイギリスのドラッグストアですね。はい、で購入したのはこちらのトゥースペースト、はい、歯磨き粉とマルチビタミンです。トゥースペーストはなんかね、ブーツの会員だったかな、なんかすごい安いんですよ。とにかく1ポンドしないぐらいだったな、確か学割聞いて。なのでめちゃくちゃこれ、歯磨き粉は日本よりも安いと思います。で、なんかフッ素の含有量が日本と同じで、そのマックスの含有量が入ってて、すごいあの歯にいいので、で日本よりも安いので、これを家族に買います。でマルチビタミンも日本より安いので家族に買います。はい、で、はい、次、こちらの3点はですね、ポンドランドで買いました。ポンドショップですね、日本でいう100均みたいなとこで買いました。こちらは、ココナッツマカロンって書いてありますね。なんかね、イギリスのお菓子なのかわかんないんですけど、イギリスでよくこういうお菓子が売ってるんですよ。なんかココナッツのファイバー、繊維がたくさん入ってるクッキーみたいなやつなんですけど、これ美味しいのでおすすめです。はい、ポンドランドで、これはね 1.25 ポンドとかだったと思います。はい、一つね。で、あとはこのなんかカラフルで可愛い小分けになってるブラウニーです。なんか友達とかにね、あの配るときにこうやって可愛いパッケージで小分けになってるやつがあると便利かなと思って買いました。はい、次、あとはですね、
そうだ、センスプリーズで忘れてた。これもセンスプリーズのですね、なんかオリーブなんですけど、お父さんのおつまみになるかなと思って買いました。はい。で、あとはですね、はい、どこでも基本的に買えるものです。あとの商品は例えばこれははい、これはブーツで買ったんですけど、一応ね、スーパーとかでも多分売ってます。なんか子供用のお菓子みたいなやつです。はい、これは親戚の子供にあげる用のお菓子です。はい。で、次、こういうのもどこでも売ってます。ウェルシュケーキっていうやつです。なんかウェールズの伝統的なお菓子みたいなので、クッキーとパンケーキの間みたいな、なんかスコーンみたいな感じの素朴なお菓子です。はい。で、あとはジャファケーキっていうやつですね。ジャファケーキっていうのはなんかイギリスのスーパーでよく見るんですけど、オレンジ味のチョコレートなのかな、私あんまり食べたことないんですけど、なんか有名らしいので買ってみました。はい。で、次、これセサミスタンプスナップっていうのが、セサミスナップスっていうんですかね、セサミナップスですかね、なんか名前わかんないな、セサミナップスかな、なんて読むんだろう、セサミスナップスなんかセサミナップスなんかわかんないですけど、このはい、ごまのお菓子めっちゃ美味しいのでおすすめです。なんか私これずっと食べてる気がします。これはごまとお砂糖でできたお菓子なんですけど、とにかくね、なんかね、ハマる味です。で、しかもこれ4つ入って1ポンドぐらいで買えるので、すごくお得です。はい、おすすめです。で、あとはこのなんかスーパーで買ったカレーペーストです。これね、美味しいです。なんかこのグレートテイストって書いてある商品はなんか美味しい、日本でいうモンドセレクションみたいな感じなんですかね、なんか美味しいっていうのが証明されてるみたいな、賞をもらってるみたいなやつです。はい、これ美味しいです。で、あとはヨークシャーティーですね。ヨークシャーティーはイギリスといえばみたいな紅茶です。なのでイギリスの紅茶のお土産で迷ったら、とりあえずヨークシャーティーを買ってください。はい。これもね、結構お得なお値段で1個 1.7 ポンドとか、 1箱 1.7 ポンドとかです。で、これも1袋3ポンドとかだったかな。これはルーズリーフで、これはティーパックです。はい。次、はい、ナンドーズっていうイギリスのなんだっけ、メキシコだっけ、なんかのチェーン店、メキシコ料理かな、違うな、なんかどこかの国の料理専門店みたいなチェーン店なんですけど、これイギリスのチェーン店です。ナンドーズ、有名なチェーン店なんですけど、そこのなんかチキンを売ってるお店なんですけど、チキンのタレ、有名なチキンのタレです。ペリナイズガーリック、はい、ペリペリマヨネーズ、これ美味しいです。はい。次、なんか紅茶ですね。スリープイージーインフュージョン紅茶、はい、とあとはトワイニングスのアールグレイディカフェイン、ディカフェネイテッドって書いてあります。はい、カフェインなしです。これもグレートテイストって書いてあります。なので美味しいと思います。グレートテイスト信者です。はい。あとはですね、このトンプソンズティーってやつはどこでも売ってるわけじゃなくて、ベルファースト、北アイルランドに旅行に行った時に買いました。タイタニックミュージアムで買いました。はい、こんな感じですね。はい、っていう感じで、今回のイギリスから日本に帰るときに持っていくお土産、こんな感じです。はい、皆さんいかがだったでしょうか。イギリスのお土産で迷った際は、ぜひこちらの動画を参考にしていただけると嬉しいです。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画もまた見てください。バイバーイ。